セ・リーグ巨人 d n a 2 0 2 4年5月15日福井巨人の吉川尚樹内野手29が15日の d n a 戦福井で3回に貴重な追加点となる右前適地打を放ち3日の阪神戦東京 D から続いている連続安打を11試合に伸ばした3番2塁に入って先発出場1-0で迎えた3回だった 一四三塁で入った第二打席で、相手先発左流で、石田健が三ボール一ストライクから投じた五球目、真ん中外寄りの直球を打って一二塁間を抜き、三層、萩尾を二点目のホームへ迎え入れた。吉川は開幕から八番起用が続いていたが、四月二十八日から三番に入り、五月三日から前日十四日まで十試合連続安打。その間は350、三百五十。 40打数14安打と高打率を誇り、4日の阪神戦、東京 D では2年ぶり自身4度目のサヨナラだ。10日のヤクルト戦、神宮では待望の今季1号ソロを相手先発右腕、ヤフーレから右翼スタンドへ叩き込むなど好調が続いている。